はい、それではですね、板谷駅の給駅とホームの現地レポートは終わったので、次はシェルターに移設した板谷駅の現在のホームと駅舎ですね、現地レポートしていきたいと思います。はい、こちらが板谷駅の入り口になりますんで、それでは板谷駅の現在のホームへ、ホームと駅ですね、行ってみたいと思います。あー、今急線のこちらが先ほど現地レポートした板谷峠の旧ホームと旧スイッチバック線の線路跡とホーム跡になるんですけど、あ、今気づいたけど、わ、すげえ、もう使われなくなった信号機がある、すげえ。あー、これ味わい深いですね。いや、使われなくなった信号機ある、これ新たな発見だ。あー、これ信号が好きな人に忖度したいですね。いや、すげえな、使われなくなった信号機が残ってるとは。いや、これはまた重大な一行ですね。このスノーシェッドなんだけど、外から見る、外部から見るとなんか車庫って感じですよね。ああ、ちょうどこの真上を細い県道が通ってますね。このちょうどスノーシェッドの真上、橋がかかってるんですけど、これは峠駅と大沢駅に通じる県道ですね。すごいな、これなんかどう見てもさ、これ木造の車庫だよね。スノーシェッドっていうよりも車庫だよこれ。なんかさ、これこの間行ったあのクリデンミュージアムの若柳車庫、あとは上毛電鉄の大御列車庫を思い出しますね。大御列車庫も昔こんな感じだったんだよな。すごいオーラが漂ってるよここ。この板谷駅ですけど、この駅ってさ、利用する人っているのかな。果たして板谷駅なんですけど、これ利用している人はいるのかどうか、これ知ってる人いたらちょっと教えてほしいですね。いるんかな、この駅を利用する人。はい、これがさ、こちらが先ほど前編で話、先ほど話した板谷駅の現在のホームですね。駅舎はログハウス風で、トイレもログハウスですけどボットンです。あー、これにしようかな、サムネイルね。どうすかな。それではですね、こちらの木造のログハウスの駅舎をレポートしましょう。なんか専門本線とかにありそうな駅舎で、なんかこの木造の駅舎、なんか原生花園とか釧路湿原駅を思い出しますよね。あ、そしてこれが駅舎内ですね。これが峠、これが板谷駅の駅舎内ですけど、あー、残念ながら駅ノートはないですね。ん？何の音だ？あー、なるほど。あ、ここでも熊出没したんですかね。そうですね、板谷駅とか赤岩駅、あと大沢、峠駅を探索する人はこれ熊に気をつけてください。熊の出没した情報があったとのことです。なんだこれ、布団の通販の本か、これなんでこんなあるんだ。 あ、これが板谷駅のホームの案内図ですね。ホームは2面2線になってるってことですか。ってことはこの駅舎のあるこちらのホームが福島方面になるんですね。
一応これが近距離切符表になりますね。近距離料金になるんですけど、板谷駅はここですね。ちょうど赤岩駅、先ほど言った赤岩駅が一つ隣で、その隣が宮坂駅ですね。奥羽本線の起点はこの福島なんで、ここを起点にして、板谷峠を越えて日本海側を回っていくんですね。あ、これが米沢駅で、ちょうど今俺板谷駅だからここにいるんですね。峠駅はちょうど隣で、ここの峠がちょうど板谷峠の最深部の駅で、大沢駅がその隣なんですよね。峠駅は行ったんで、この後は大沢駅に行ってみたいと思います。なるほど、こういうことか。ここ近代化遺産にも認定されたんですね。これはやばいな。近代さんにも認定されたんだ。これ、表彰されたんだ。すげえ。これ、板谷峠のスイッチバックか、そのための表彰なんだ、これ。これはいいですね。表彰されたんだ。で、発車時刻表がこちらですね。今ちょうど先ほど時刻は9時だったんで、この時間は1時まで電車ないですね。今9時なんで、この後1時まで上下とも電車ありません。板谷峠の駅を全部行きたいんだったら、車で行くことをお勧めしたいですね。ただ道幅が狭いんで、高性能な軽ワゴンで行くことをお勧めしたいですね。これが板谷峠越えの電車の本数の現実ですね。ああ、なるほど。さすがにさ、これなんか駅根はできそうですけど、夏の時期は虫とかに気をつけたいですよね。なるほど、こういうことなんだ。これが板谷駅のホームですね。すごいな、これ。やばい。ちなみに新幹線はこの後何時頃来るんかな？で、駅舎とホームは、で、駅舎とホーム、ホームとホームは、この通り、構内踏切で結ばれてますね。すごいな。で、そしてこちらは、駅舎側のホームは福島方面ですね。はい、福島方面です。ちゃんと看板ありますね。じっくり映したいですね。すごいな、これ。ホームの内部はこんな風になってるんだ。ああ、これが駅名表か。これ駅名表もじっくり写したいですね。いやー、新幹線は果たしてこの後何時頃来るのかちょっと気になりますね。この板谷駅でも撮影したいですよね。ただ駅ノートがないのが残念ですけど、一応板谷駅のホームは相対式2面2線になってますね。板谷駅のホームは相対式2面2線になってて、いかにもなんかトンネルに作られた駅ですね。で、ホームの長さは2両か4両分ぐらいでしょうかね。
そのぐらいはあるかなと思います。この後果たして新幹線は10時になんないと来ないのかな、わからないけど、この後行く大沢駅が気になるんだよな。そしてこちらの線路なんですけど、こちらの線路はですね、こちらの線路は峠、米沢、山形方面です。こちらの線路は峠、米沢、山形方面です。あ、ホームはなんだろう、ずれてるんだ。なんか2面4線、なんか2面2線なんだね。ちなみにこの駅のホームのサムネイル、どうしようかな、サムネイルも結構撮りたいんだよな。まあ、山形新幹線何時頃来るか分かんないから、とりあえずね、できるところまで撮影しよう。ああ、ホームのサムネイルこれにしようかな。あと板谷駅のホーム、板谷駅の駅名表、これもまたじっくり写したいな。こういうサムネイルがいいか？サムネイル迷うな。いや、果たして新幹線この後何時頃こう来るんかな。新幹線通過時刻変えてほしいよな。だって JR なんてそんなのやったら、もしかしたらマニアが殺到して大事故になったりとかな。それを恐れてるから多分通過時刻は書かないんかな。多分そうだと思うんだよな。果たしてな、この動画、果たして、にわさか、赤岩、板谷、峠、大沢、あと関根もそうか、この5駅はどうなんのかな。この動画が配信される頃、果たしてどうなってるかな、わからないけどな。はい、それではですね、ちょっと尺の都合で一旦カットして、次は山形方面のホームですね、現地レポートしたいと思います。ちょっと尺の都合もありますんで、ちょっと一旦カットしたいと思います。それでは。